夏のバイトって暑いし日焼けするし友達と遊べないし地獄だ。でも私には天国になる樹道先輩。おはようございます。湖渚16歳。今日も大好きで。何回言ったらわかんの。プールサイドは走るな。子供が真似する。先輩がいるから。キャー。小池樹道18歳。え、私走ってました。思いっきりな。ごめんなさい。私先輩の姿見るとつい今日はワンチャンあるかもって思っちゃって。なんの。さあ飛び込んでおいで。こういう日が来るかもって。キャー。ねえよ。ふん。二人とも仲いいね。樹道くん休憩入って。いやそんなんじゃないっす。ただの後輩です。湖さん、樹道くん追っかけてこのバイト来たんでしょ。あ、はい。樹道くんも考えてあげたら。ぜひ。無理っすね。まず眼中にないんで。先輩には全く相手にされてないし、冷たい態度しか取られてないけど。そこのちびっ子たち、飛び込みはしないでね。はい。あと、何回言っても帽子かぶんないバカは相手にする気ないし、プールサイドも走るしな。なんだかんだ優しくて、小さなことでも気づいてくれて、やっぱり大好き。それってつまり私がちゃんとしたら OK ってことですか。そういうことじゃねえよ。監視役が倒れたら迷惑だろうが。私が樹道先輩を好きになったのは入学してすぐのことだった。集会始まるよ。1年生並んで。あ、3年生は早く座って。かっこよっ。キャッ。アイドル？え、好き？ねえ、あの子大丈夫？渚どうしたの？ハンカチは？いや、ちょ、持ってない。どうしよう、止まんない。恥ずかしい。保健室、行きな。場所わかる？はい。完璧に落ちてしまった私。それからは追いかけて。ありがとうございます。あの、好きです。は？好きです、好きです。うざい。追いかけまくって。柔道夏休み何すんの？バイト、いつもの市民プール。何でもします。よろしくお願いします。今に至る。夏休みは先輩とずっと一緒。こっち見んな。ちゃんと監視してろ。樹道先輩ともっと近づきたい。私絶対にこの夏休みが終わるまでに樹道先輩と両思いになる。ふふふふふ。ああ、ママ、あの人怖い。見ちゃダメ。おい、前日出るつもりか。はい、どっかで先輩と被るかもって。被るかもじゃねえよ。お前がいると監視するところが増えんだよ。走るし帽子忘れるし。ごめんなさい。これからはちゃんとします。夏の体操看護リボンスペシャルもちもち、気になる新作がたくさん。大人気番外編シリーズ最新作、浦真由先生のハニーレモンソーダ、初の番外編をお見逃しなく。原案アイラ先生、漫画のりちゃん先生の絶世の悪女は魔王子様に寵愛される。キラキラと眩しいとある夏の星物語、感動カラー32ページ、くまちゃん先生の星眺める宇宙人、ポンコツアレジ×出来合いボディーガード、こうちゃん先生の花に白金後編、学校の人気者男子には驚きの秘密が、原作藤井葵先生、漫画みゆちゃ先生の狼さんに気をつけて、夏の大創刊号リボンスペシャルもちもちは
次の動画も見